東京デザイナーズウィークはかつて開催されていた建築、インテリア、プロダクト、グラフィックなど生活デザインとアートが集まるクリエイティブイベント。主催は東京デザインウィーク株式会社。国内外の様々な企業、ブランド、学校、大使館、デザイナー、アーティスト、ミュージシャンによる展示やライブイベントが開催されている。1986年。 本イベントの前身となるデザイナーズサタデーがスタート。1997年に名称を東京デザイナーズウィークに変更。2005年から明治神宮外苑会画館前に中央会場を設け、2013年より会期を10日間としている。2015年より名称を東京デザインウィークに変更。2016年までの31年連続開催されてきたが、 工述の事故を受け、2017年は開催中止が発表された。2018年以降も代表によるメッセージが公式サイトに掲載されたのみで、2017年以降は事実上開催されていない。なお東京デザインウィークが2016年7月に構想を発表した地方創生プロジェクトのジャパンデザインウィークはそのまま開催されている。 2016年の東京デザインウィークでは日本工業大学工学部建築学科と生活環境デザイン学科の作品から出荷死者を出した。2005年と2007年に出展した。2014年にはイタリアで開催されるミラノサローネでテーマを東京イマジンとして出展予定。東京デザインウィーク TV モテギケンイの発想の種イマジンマイナスと題し、2013年4月2日より、BS 日テルにて毎週月曜日23時23時54分に放送していた。前進番組として、東京アワード東京デザイナーズウィーク TV が放送されていた。YouTube に番組公式チャンネルがあり、過去の放送文が視聴可能だった。前日の 東京デザインウィークでの事故の影響により、2016年11月7日、放送予定分は休止となり、さらに翌週、翌々週以降も休止され、その後放送が再開されることなく、番組公式サイトが閉鎖されている。東京デザインウィーク TV、モテギ健一郎の発想の種イマジンマイナス、終了時過去の出演者など様々なコンテンツを放送していた。 東京アワードに関するカテゴリー、東京デザイナーズウィーク TV に関するカテゴリー、東京デザインウィーク TV、もてぎけんの発想の種イマジンマイナスに関するカテゴリー。ありがとうございます。